プルオーバーは、ウエートトレーニングの種目の一つ。主に広背筋と、大円筋に効果がある。大胸筋や小胸筋や、ひし形筋にも負荷がかかる。ダンベルプルオーバーダンベルプルオーバーベントアームダンベル、プルオーバーベントアームダンベルプルオーバーデクライン、バーベルプルオーバーデクライン、バーベルプルオーバーケーブル、プルオーバーケーブルプルオーバーインクラインケーブル、プルオーバーインクラインケーブル、 プルオーバーバランスボールプルオーバーバランスボールプルオーバー床のベンチの端から少し離れた位置にダンベルを立てて置いておくダンベルがある方に頭を向けてフラットベンチに仰向けになる膝を曲げて足をベンチの上に乗せるダンベルのウェイト部分の内側を両手で下から押さえるようにして持つ両手の親指と人差し指の間にダンベルのバーがあるようにする腕を伸ばしたまま 息を吐きながら、ダンベルを顔の上まで持ってくる。顔の上まで来たら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。床のベンチから少し離れた位置にバーベルを置いておく。バーベルがある方に頭を向けて、フラットベンチに仰向きになる。膝を曲げて、足をベンチの上に乗せる。肩幅くらいの間隔でバーベルを持つ。手のひらは上向き。腕を伸ばしたまま。 息を吐きながら、バーベルを顔の上まで持ってくる。顔の上まで来たら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。床のベンチから少し離れた位置に e ージーバーを置いておく。e ージーバーがある方に頭を向けて、フラットベンチに仰向きになる。膝を曲げて、足をベンチの上に乗せる。肩幅くらいの間隔で e ージーバーを持つ。手のひらは上向き。 腕を伸ばしたまま、息を吐きながら、イージーバーを顔の上まで持ってくる。顔の上まで来たら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。アタッチメントは、カールバー、ベントラットバー、ストレートバーやロープを取り付ける。ラットマシンや、ハイプーリーから少し離れた位置に立つ。動作の軌跡はこう描くので、動作の途中で手が滑車より前方に出ないように、 十分距離をとる。アタッチメントを持ち、マシンの方を向き、膝を曲げて前傾姿勢をとる。腕を伸ばしたまま、息を吐きながら、アタッチメントを下に引く。手が足の付け根のあたりまで来たら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。マシンのシートの高さなどを調節する。シートに座り、肘をパッドに当て、手をハンドルに軽く添える。 息を吐きながら肘でパッドを押していく。肘が上体の真横あたりまで来たら息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。